AV シーカムシリーズは SDI スローモーション撮影対応ハイエンドモデル、パナソニックでプロフェッショナル AV 機器のプロモーションを担当しております並川と申します。よろしくお願いいたします。今日私どもの方がご紹介するのはこちら、日本の皆さんにはですね初めて公開することになりました新しいコーデックの体系H.264 ベースのですね AVC ウルトラの方をご紹介したいと思います。こちら AVC ウルトラですけれどもマスタリング用高画質からネットワーク用のですね低ビットレートまでカバーする H.264 ベースの新コーデックファミリーという形で今回ご提案させていただいております。私ども従来からですね AVC イントラ150というコーデックを P2HD 機器にですね搭載しておりました。これはかつて私どもがやっておりましたデジタル VTR の DVC Pro HD に代わってですね、ファイルベース時代にマッチした圧縮コーディックという形で AVC イントラ150を搭載し、開発し搭載していったんですけれどもさらに今後このファイルベースが広がるにあたってですね、さらにもっと高画質の画質向けという形でマスタリング向けのその圧縮という形で、今回新たにですね AVC イントラクラス444とですね、AVC イントラクラス200というのを、拡張しご提案させていただくというような形にしております。これはですね 4K、2K、そして444、12bit のですね高画質な映像をこちらの方で、やっていただく、さらにですねイントラ100のですね倍のビットレートになりますけれども、こちらの方も放送局のマスターという形で、クラス200というものをさらに付け加えて、提案しております。で今回ご提案するのはこういう高画質の向けのハイエンドの向けのものだけではなくてですね、ローバセットのそういう映像制作に対してもですね従来の AVCHD を超える高画質の新しいモードを提案させていただいております。それがこちら AVC ロング G という新しいコーデックになります。 AVCHD のですね8ビットではなくて10ビット、こちらも10ビットで422のそういう高画質な映像という形になります。こちらの方はですねより高画質に、より高効率にですね映像制作ができるモードとして提案させていただいております。さらにその下になりますけれども AVC プロ機種というものも今回用意させていただきます。これは、メインはですね AVC イントラ等々のそういうハイレゾのモードで記録しながら同時にですねプロ機種という形でカムコーダーの方に同時に記録する、低ビットのレートのものという形になります。これを使うことによってですね速報を現地から簡単にですね本局の方に送っていただく、もしくはウェブ用のストリームのように方向けに使っていただくという用途が可能になります。こういうようなものをですね私どもトータルのファミリーのコーデックという形でウルトラという名称をつけてですねご提案させていただいております。今後ですねこれから そのファイルベースに合ったコーデックという形で私ども提案させていただきますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。